振袖がこんなに種類があると思わなくて本当にすごく楽しかったですし、緊張してたんですけど、でもすごいスタッフさんも優しくしてくださって楽しい現場になりましたし、モデルさんののかちゃんとかまきたちゃんとかとかも仲良くなれたので本当に楽しかったです。やっぱり私が着て、あ、可愛いな、着たいなって思ったのは一番白の振袖だったんですけれども、正当な振袖以外にもかっこいい感じとかそういうのも着させていただいたので、それもすごく、なんだろう、もし成人式で着ていたらみんながわーって驚くような感じになるんじゃないかなと思って、いろんな振袖も全部着てみたいなって思いました。やっぱり友達と一緒に成人式でたくさんなんか思い出を振り返ったりとか写真たくさん撮って、でもうたくさん今までのこの20年を振り返るじゃないけど、そういうのもしたいなって思います。